おはようございます。画家の小木曽です。第368回の鬼高評価を始めたいと思います。この鬼高評価はおじさんが皆様からああだこうだ、あ違う、作品が送られてきてね、ああだこうだいう企画でございます。皆さんの参加待ってます。ちょっとまたね、初めての方がいて嬉しいですね。こちらの作品でございます。いつも有意義な動画ありがとうございます。ケンツさん。こちらこそありがとうございます。白鳥の親子、ホルベイン透明水彩ホワイトワトソン F6 号、F4 から F6 にサイズアップしました。同僚がイギリス旅行から帰ってきて写真を見せてもらった白鳥の親子が写っていて、鳥ラバーとしてはどうしても描きたくなりました。いや、いい人の写真ですよ。いやいや、鳥ラバーですもんね。納得いかず3枚描いてうちの1枚です。水の波紋を滑らかさが表現できなくて限界感じました。どのように色を重ねていけばいいか分かりません。よろしくお願いいたしますということなんですけど、よく描けてますよね。でもね、鳥ラバーとしてはね、こう重ねていってちょっと拭き取ってあげてもええんかもしれないですよね。こうちょっと例えばこうね、僕個人的基本的にはこうよくこうなんか濃くなりすぎたとことかをこう水だけをつけた筆かなんかでキュ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 とか拭き取ったりとか最後とかにして、でよりこう波紋を複雑にしていったり、まあ確実にそうなっているというわけじゃないんですけど、なんかこう波とかってこうあって、こうあって、で、あって、でまあここは暗くて、でまたこうなんか暗い波があったりとか、まあ確実にこうなってるわけじゃないですよ。でも一つのこうパターンとしてこういう風になる時があるということなんですけど、まあこう複雑になって、で意外とこう反射光みたいなのが起こることはあるんですよ。で僕この反射光みたいなのをうまいことこう表現できていったりとかすると、こう反射光みたいなのを表現できていくと、それを今やっているこう作業なんですね。こう例えばこういう風にこう少しこう反射光みたいなのを絵の中にこう拭き取ってあげたりとかして、結局あれ出へんな、あ大きいか、よいしょよいしょよいしょ、キュ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 、こうね、まあ激落ちくんじゃこう細い線とか難しいかもしれないので、なんか違うものとかで、そうするとこう拭き取りによって起きた反射光みたいなことで、なんかねこう複雑にこうなってきたりするんですよ。言いたいことわかります？なんかそういうこうこと、もう下手すりゃこう上の方とかもちょっと暗くこう塗った上に、またここに要はなんかこう重なりとかによってこう下の絵の具とかがこうって見えてきて、暗い色でこう描いていて、最後にこの反射光みたいなのをこう僕なんか描いてあげたりとかする。でそういうことによってちょっとこうね、波紋プラスアルファ反射光みたいな、まあ、初めからそういう意識みたいなのを持つこともあっていいと思うんですけど、ちょっとこう反射光みたいなのは意識されていくと、皆さんもちょっとこう水の波紋とかがおとかっていう風になることあるかもしれませんので、まあ、海なんかを描いたりとかするときはそういうことを結構意識的にやって、反射光みたいなのを少し入れるように私なんかはしています。へーって感じでしょ。ただなんかプラスで書いていくんじゃなくて、最後にちょっとマイナスの仕事みたいなのを入れてあげたりとかすると、水の光って反射光が、はい、次の作品いきたいと思います。こちら作品でございます。あ、永井あずみさん、お元気ですか。アクリルオンキャンバス 40×50cm、 最後にオイルペインティングでグレージングしました。それぞれにいつか咲く、いつかどこかで見かけたを大好きな言葉をタイトルにしました。いや大丈夫でしょう、好きにそれぞれに咲くなんてね、全然もう誰でも使えそう。そろそろ夏も終わりねと友人がお庭に咲いていた花をバケツ一杯持ってきてくる。いいですね、バンクキャナダバンクーバー。お花屋さんから届く整然としたおしゃれな花束と違って、一本一本が個性を持った集団でした。花瓶に移してもそこだけが小さな自然の世界を作っていて、そよぐ風さえ感じられるようでした。いやなんか素敵やね、なんかね、豪華絢爛な感じと、なんか永井あずみさんのこう元気の良さ、ね、が非常に絵の中に出ていていいんじゃないですか。なんかあ、このガラスいいじゃないですか、いつもちょっと輪郭がポンとこう立ち上がってきてるから僕気になりますみたいなことを言ってたんですけど、ここいいじゃないですか、こういうふうにこうなんかね
わかります。こういうところ中側まで持ってきて、この瓶のシルエットみたいなちょっと弱めたところなんで、なかなかこじゃれていて、いつも瓶のこと悪口言いやがってこの野郎と思ってはるでしょうけど、非常に良いなと思いますよ。この辺りなんかいいですね。この辺りちょっと見えにくいねこの辺りなんかいいですね。なんかこう後で描いた線とかまた隙間から描いていくとかみたいな意識みたいなのがあって、ちょっとこう手前の方とかこの辺とかにもそういう意識がもうちょっとあってもいいのになと、下の方ね、この辺にも、まあ、ちょっとそういう意識で少しやってみましょうか。例えば後ろ側になんかこうなんていうの、枝かなんかがまあ少し明るい枝みたいなのあったでしょ、なかったですかちょっとこうね、どちらかというと暗い中にボンとこう明るいシルエットで見せるのが得意なスタイルではあるんですけど、そのスタイルプラスアルファ全部そうじゃなくて、なんか後ろからギューッと見えてきたりとか、前の方になんかね、ギューッとこう不透明の枝みたいなのがちょっとこう入ってくるようなところみたいなのがグッとこうあったりとかして、こう暗い上に明るいだけの花じゃなくて、その前にまた明るい葉っぱみたいなのがちょっとこう絡んでくるみたいな感じで入ってくるような部分がちょっと何箇所か入ってくると、永井あずみさんのこう作品みたいなのにこうより深みが増すんちゃうかなと思いました。ちょっと右上の方にもちょっと少しこう描いてみたりとかしてね暗い上にこう描いていくというだけじゃなくて、今度は隙間に明るい色を探し出して置いていくみたいなことをしていくと、まだまだ成長期ですね。皆さんね、身長も伸びてますか？うちのチビなんかすぐ靴がダメになりますけども、弟はそのお兄ちゃんのお下がりやからよりボロボロなんですけど、今日朝弟の靴履かせながらなんか申し訳ないなと思ってしまいました。こうね、ちょっとこう隙間みたいなのギュッとこうとかに書いていったりとか、そうなるとこのなんかこの緑のこの線ってちょっと強すぎるように見えますね。こういうのなんかちょっとグレーズしたくなったりしますよね、僕なんかね。ほんの少しだけでもなんか途中なんか反転しているところがあって、まあ、グレーズじゃなくてもいいんですけど、反転している、要は花の方、後ろの花の方が明るくて葉っぱが暗いみたいなところをちょっと作ってあげるみたいなことをしてあげてもいいのかなと思ったりします。次の課題でございますよ。まだまだ出し続けますよ。あと1250問ぐらいありますからね。あと1250問ぐらい提出し続けないとダメですよ。はい、1250回提出ぜひ待ってます。こんな感じでちょっとそういう意識も持たれてみてください。言うてること分かります。この辺のこう書き方がすごくいいので、この辺の書き方非常によろしおますので、他のところでも暗い中にただ明るい葉っぱで書いていくというスタイルじゃなくて、その後ろにまた明るい葉っぱがあったりとか、手前になんかあったりとかっていうことを少しこうされてみてはいかがでっかっていうお話でございました。はい、次の作品いきたいと思います。こちらの作品でございます。お、印象派風、お世話になってます。今度の日曜日なんかこの絵を見た瞬間に印象派風をまたやろうかなと思いました。お世話になってます。先生はよく写実か色彩でまずは分けてみたらと言われるので、いろいろ試してはいるんですが、どれも好きで未だ自分がどの方向に定着していくのかよく分かりません。感覚的に描けるのと描けないといけないものの差はありますか？感覚的に描けるものと考えないといけないものの、感覚的に描けるものと考えないといけないものの差はありますが、描きやすいからそっちに行くっていうのも長い目で見たらなんか違う気がします。私は大体の場合、描く場面を決めて、どんな風に描いたら自分にとってその場面が魅力的になるかを考えて、そして参考になる作家さんのその作品を見てから描く。いや、いい方法ですよこれ。いろいろやっていったら方向性も見えてくるのかなと思って、今年はそういう年にしているのですが、今年も後半に入ってきて本当に自分の画風が定まってくるのか最近疑わしく思っていますと。ですね、画風みたいなのは定まってはっきり定まっているわけじゃないんですけど、僕はなんか見えてきてますよで、色彩派というとどっちかというと色鮮やかなイメージに思われるかもしれないですけど、僕はそこではなくて全然いいかなと思いつつも、どちらかというとその間ぐらいで、あれってスウェーデンでしたっけ、ノルウェーでしたっけ、ハンマー派
一番初め日本で紹介された時はハンマースホイやったんですけど、ハンマースホイって、紹介されたんですけど、なんかね 北欧のフェルメールみたいに言われて、あのあたりが結構僕はビタッとハマるのかなと。色もかなりこう渋めな色調で合わせつつ、写実的とまでは言わずともなんかっていうところ、この絵もなんかそんな雰囲気をちょっと感じさせるなっていうふうに思うんですけども、あとはなんか色彩、またありこった、色彩となんかで言うとセガンティーニっていう、あれスイスかなんかでね、セガンティーニっていう絵描きさんいるでしょう。あの人なんかもちょっと参考にされてみたらどうかなと。どちらかというとハンマースホイほど、ハンマースホイみたいに絵の具はどちらかというと薄くなく、どちらかというとゴテゴテとのせるんですけど、なんかこう色彩派なんですけど物質感みたいなのがすごくって、どん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 確かね山の上の方にこう今日こう構えて動いていったという絵描きさん、セガンティーニっていう、皆さんもぜひ確かセガンティーニやったと思うけど、調べられてみてください。でちょっとなんかこの絵見た時、あ、ちょっとセガンティーニっぽいなと思って、これに今度は物質みたいなのがついてきたらもっとおもろになるんちゃうかなと思いながら少し見ました。まあ、もっともっとこれね複雑にこう書き倒して、まあ、今回のね勝手に公募展に関してはまだこれ出てるか出てないかどっちか分かりませんけど、どっちかというと写実的な方向やったけど、色彩見た時にあちょっとハンマースホイやな思って、でなんか風景描く時はちょっとセガンティーニに寄り張ったらおもろいんちゃうかなと思って見ました。でちょっとこうなんか地面の方のなんかこう、僕木とかすごいいいと思うんですけど、こう地面ここのちょっとちょんちょんちょんと入ってきてるこう白い色が少しもったいなかったかな。ここのところがもうちょっとこう最後を吟味して深みを出してきたりとかするともっと良くなるんちゃうかなというふうに思ったりとかして見ています。今日兄ちゃん誕生日だな、もう5歳か、はあはあね、ほんと可愛いよね。もうなんかここのこのところをすごい僕は育児ができているので、ここのところっていうかね、こうちびの時代できているのでやっぱ楽しいですね。もうこのまま行こうと思いますけどね。やっぱね日本人もね育児楽しんだらいいのにね、会社なんかどうでもいいですよ、もうね本当ねそれ言うとあかんけどね、本当にねやっぱね子供って本当面白いですしね。もう幼稚園の帰り迎えてバッタ取り行きまして、僕をねよいしょ、ちょっとこう下の方の白を抑えてっていうか、ここにも微妙なこう色を展開しながらどうですか。そうなるとなんかセガンティーニを思わせるような、ちょっと影の色なんかの木の落ちた影なんかもうちょっとこうハイトーンなこうグレーみたいな色とかも入り混じらせながらなんかこう描いていきたいとこやなっていう感じがしたりとかして、いいんですよ。もうずっとそんな迷い続けていって、なんか画風が定まらんでも、なんか一歩一歩前に確実に進んではる方やから、もう全然いいんですよ。スウェーデンで遠いんですか？また海外旅行の旅、ツアーはできるのか？もう個人的に一人で行こうか。わからんけど、なんかね、スウェーデンとか行ってみたいな思うんですけど、今回のはちょっとな、よいしょ、行きたいな。スイスとかも行ってみたいですね。グッ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 。ちょっとね、この影の色とか、白さみたいなの少し抑えてみました。こっち、もうちょっと手数入れるともっとこう良くなると思いますよ、この絵ね。はい、次の作品いきたいと思います。こちらの作品でございます。お神戸の C さんですね。3回目ですと。お頭ヶ島教会、コットマン、中目水彩紙 F65230g、ホルベン透明水彩。20年ほど前に子育ても終わり、パートの夏休みに一人で、五島、上五島の姉の家に遊び行きました。姉が教会巡りをしてくれました。いいですね。ナビなし、ミッションの車で、うわミッションの車で坂道を迷子になりながらですが、島なのでいつかは家へ帰れます。その中で一番気に入った教会を描きました。20年前にも水彩を少しやっていたので描いたのですが、今の自分が描くとどうなるかと思い描いてみました。ひっそりした中、石造りの教会はどっしり立っています。内装は薄暗いサーモンピンクで可愛いデザインですと。左の櫓のようなものはミサの開始を知らせる鐘です。よく晴れて気持ちの良い日でしたということで、
F65 のコットマン、ということなんですけど、いやなんかここ僕もこの教会行きましたよ。あのはい、分かります分かります。ここね、なんかこうあれですね、大きな色面のこう空とかの塗りみたいなのが綺麗にいけばいいなと思って、で紙の種類見てたら、ちょっとこの 230g でどうリング式の紙やったら難しいのかなと、なんかこうその色面みたいなのの大きさみたいなのがドンとこうかけたりとかするとめっちゃ良くなりそうな気がしたなと思って始めみました。ネゴトレッドもまた行こう、絶対行こう。子供連れて行くからな子供連れて大変やからね。あ、今度大阪の方に個展があるんですけど、11月の末かな、まあ、それはちょっとチビ連れていこう思ってるんですよ。はい、日程とかメンバー限定の方だけでも教えとかんといかんね。じゃあね、早めね。でそしたらちょっと遠方のね、まあ例えばあの関西圏じゃない方とかもね、一泊で飲み会します、どうします、あのここにコメント、まあ僕うちは家族で、僕は初日だけはあれかな、初日確か行こうかなと思ってたりするんですけど、なんかオープニングパーティーとかします、あの名古屋でやったんですけど、なんかイベントやります、書く、なんか皆さんコメントくださいちょっと空がね綺麗にこう、まあ、難しいんですけど、濡れたりとかするとこの絵ってすっごい良くなる気しません？でなんかまあ難しいですけど、一つのこう影のシルエットみたいなのを、大阪はねちょっと東京がない時はちょっと何年かに1回ぐらいこう やり続けていかんとは思ってるんです。まあ面でこう見せたり、こう面で見せたりみたいな、面で見せたりみたいな、山もね面で見せたりとか、そういった意識みたいなのをちょっとこう持ったりされると、もうちょっとこう違ってくるかなというふうに思いますので、少しだけそういうこう面の意識みたいな、大きな面の意識みたいな、なんかやりたいですね。みんなであの辺の朝11時から画廊、あでもそうか、僕は子供に大仏を見せてあげるって約束をポロッと口約束をしてしまったな朝一でね大仏を見に行って、その後画廊に行く、昼ぐらいから画廊に行きますってことにしようかなと思ったんですけどね。初日は多分昼には行けない、まあ、それもメンバーのちょっと皆さんには早めお伝えせんといかんね。ちょっとこう影の色面みたいなのをこうちょっとこう作ってあげるみたいなこう意識みたいなのがあってもええかなと思います。ごとも行きたいしね。次の作品こちらでございます。お、本屋っぴーさん、お、これも神戸の方、またお会いできるかもしれませんね。ミロのヴィーナス、デッサン、木炭紙、50×65cm、大きいの書いたんですね。少し前の作品で手直ししたいのですけど、吹き座チーフが邪魔して無理でしたけど、好評よろしくお願いします。吹き座チーフで撮れませんでした。結構僕無理したら撮れますよ。追伸、たくさんの YouTube アップありがとうございます。全部拝見したい。でもその一部しか勉強できないので大変悔しいですが、少しだけでも毎日拝見、勉強になって楽しいですと。先生の過去 YouTube を、めくっていますと、絵手紙、そう、絵手紙もう一回やろうかなと思ったんですけど、絵手紙ってなんかこう、あんまりこう、ジャンル、なんていうの？なんかこう、こう、これが絵手紙というわけでもなさそうですね、あれね。なんか書き方別にそんなに決まりない。でも大体のはなんか輪郭ぐわーっと強く引いてね、片岡鶴太郎さん的な感じ。あの人が先駆者ですか？違います？ちょっと違う方ごめんなさい。今適当に言ったんで。なんかこう、いろんなものがありっていうふうには、なんか定義としては書いてあった気がしたんですけど、わーっと嬉しくなって、今、彼岸花を練習中ですと。よろしくお願いします。絵手紙でも鬼好評見ていただくの楽しみですと。また動画撮りたいなと、ふと思ったんですけど、でもね、2回目の絵手紙という動画作りましょうか。ね。まあ、木炭の場合ってこう木炭の種類が結構あって、もうちょっと固めの木炭とか使われてもいいかなと思います。何倍やったかな、もう忘れたら。なんか僕結構使っていたのは意見さんのなんか黄土色のね180番やったかな、1本だけで入ってるやつがあって、あれが結構硬かったんですよ。でちょっと柔らかいこう360番とかを銀紙のついてるやつ、あれを結構はじめ皆さん使いましょう的に教わること多いんですけど、あれ意外となんかね
難しいんちゃうかなと僕思ってて、定着せんからもう、まあ、定着というかね、柔らかすぎて結構皆さんあれ苦労するんちゃうかなと僕なんか思ってて、予備校の先生とかしてた時はまあ分からんでもないけど結構むずいよって言うてました。で銀紙あって手汚れんからみたいなんですけど、絶対汚れます。石膏ですさんはもうアホほど汚れます、諦めろと。でもまあ木炭やからね、そんなにこうあれなんで、拭き取りゃなんとかなるから、諦めてくれっていう感じで言うてましたけどね。でちょっとこう例えば背景までつけるにしても、若干こう外側とこう内側が逆転しているとこ、外側が今顎の下のとこ、外側からこう明るく描いてみたりとか、でやっぱあとはなんか 木炭のこう質感のなんていうの、ざらついているとか、 あとはこすった表情みたいなのをうまいこと使い分けてあげないといけないんですよ。でざらついた質感みたいなのを出したい時というのは、どうしても硬い木炭とかでこうある程度軽く定着する、もうがっちりは定着しないんですけど、軽く定着するような木炭みたいなのを使われていって、もう決めるという瞬間は少しこう決めていくみたいな仕事を、例えば手前に出てきているこういうところなんていうのは、まあ石膏デッサンの場合はグッとこう決めてあげるみたいなことをして、前にありませんみたいなのをこうグッと強くしてあげたりとかするということをしてあげやんといかんし、これまあ光の設定がこれは多分蛍光灯かなんかでいろんなとこから来てる状況で書き合ったんちゃうかなと。石膏デッサンの場合はある程度光源一定に、もう特にもう自然光ぐらいにしてあげた方がいいのになというのはよく思います。皆さんのを見ていて、なんかこう逆光になったらめちゃくちゃ見えにくかったりしますけど、でも描いていくと案外目って慣れてきて、形とか見えてくるようになるんですね。でも蛍光灯でいろんなところから光来てたらやっぱ描きにくいですわ。だから学校の先生とか見られていて、なんかね、なかなか石膏デッサンうまくならんなとか思ってたら、思い切って今日電気消すぞって言って、消してみて。それで、はじめ書いてたら、ブーブー子供たちから言われると思う。教室されてる方も一回消してみて。で、なんか、なるべくこう、横から光が来るような設定で、教室とかなんかね、あったら、もうちょっと頑張って、もう本当に、僕、なんかこう、仕事、こう 180×180cm こういうパーテーションをこう作りましたもんね。サブロック版のベニヤつけて、足をこう一番初めにこうなんか大学の先生ついた時、これを確か6枚ぐらい全部自腹で作りました。今もあるんちゃうかな、ぶっ壊してるかもしれないな、切ったらね。こういうサブロック版の全部白く塗って、でこちら側に窓があって、でこちらでもこちらでもいいんです、どちらでもね。でこういう状況のこう石膏がね、書いてあげる。でこっちの子たち、こっち側から見る人たちっていうのは、まあ、光が入るからある程度画面は見やすいんですけど、こちらのになる人、こちらのなる人っていうのは暗くなるんで、それでもある程度見てたら目慣れてきます。でこちらの人っていうのはもうちょいちょい絵を反対にして、光の方に持ってったり、イーゼルごと持ってって確認するようにせんと、描いていても描いていても思ってるより黒くならないんですよ。要は画面全体が暗いからっていう、こう訓練をしていくと、こちらにこう光当たって壁かなんかに光が落ちているとかっていう状況でやってあげるということ。はい、次の作品来たのはこちらでございます。ここでお知らせです。皆さんも鬼高評価に出してみませんか。この鬼高評価に出すにはメンバーシップの会員登録が必要となります。このメンバーシップの会員登録は本チャンネルの方で、詳しくはこちらの動画をご覧いただければと思います。QR コードからも概要欄の方からも、見れますので、よかったらしっかりご覧いただいて、わからんかったらメールいただければと思います。いろんな特典があります。そしてスペシャルサポーターというのも皆様からのご支援によって成り立っているチャンネルでございます。そして鬼高評価は皆様の作品がないと成り立ちません。ぜひぜひ参加お待ちしております。それでは本編またどうぞ。ね、脱線が、琵琶湖の久美子さん、
練習用白い炎、22×30cm アクリル、おふふ。髪が変わり、表面が凹凸、デコボコしていて、そして前より小さいです。F6 という大きな髪も買ってみたんですが、勇気がなくて手が出なくて。で、22×30cm で練習ですと。微妙なグラデーションがうまく出せないです。ご指導お願いいたしますと。混色について私にはちゃんと伝わってました。 あれはじゃあ秀幸君が悪いよね、思い描く色になるまで、色の配合を調整することです。そういうこと、言葉の意味は分かるのですが、それでも適当な調整のまま塗って、違う違うと何度も塗り直してしまっていますと。まあ、でもアクリルの場合の方がどちらかというと、混色は難しいかなと。なんでかというと乾くと色変わるんでちょっと変わるんで、難しいところはあるかなというふうに思います。これ僕なんかあれやね、練習用の写真かなんかでしょこれどっかで見た、あれやなとふと思ったら、これ私が多分なんかコミュニティなんか、画像かなんかで送ったやつかな、皆さんに。多分ね、なんか見たら背景でもこの色なんかいいなと思って、悪くないなとふと思ったんですけど、でもよく混色されていて、非常に良いんじゃないですか。こう形、この辺の形とかもね、悪くないし、あれね、悪くないんじゃないかなと思います。この辺なんかすごいいいですよ。良くないわけじゃないけど、白い色とか、まあ紫とかにしても、なんか一層塗ってみて始められてはどうですか。なんかそんな気がするんですけど、ちょっとこう一層なんか塗ってみて、まあ何でもいいんですよ、どのぐらいかな。初めにちょっと一層を全体にこうわーっと初めね塗って、うん、で、そこ、それから青やった青とかをなんか書き出す。ちょっとこうどんな色から始めてるかはちょっとわからないですが、なんかこう少し一層塗って、そこの上に、白い色やったら白い色みたいなのを置いていきながら、それでもあかんかったら例えばグラッシュグレーズみたいなことをしてみたりとかね。ちょっとこう色の深みみたいなの変わってきますので、まあ途中段階でもいいと思うんですけど、こうやって例えば一回全体に色を少しこう置いてみようかなとか、光のそれで方向みたいな。琵琶湖の久美子さんようなってますよ。初めの段階ちょっと怖がらずに、まあ僕はなんかこうよくね、ライブ配信なんかでグレーの下地をも用意してやって、そこに書くでしょ。であれってそういうことなんですよ。でまあグレーやったら一番こう、まあ大体妥当にいけるかなということで、どんな絵が来ても大体対応できる色なんで、グレーやとね。ルーベンスなんかグレーの下地を塗っていたとかっていう風に言われたりとかしますよね。もうちょっとこう茶褐色系の作家さんとかも結構いたりするんですけど、まあ、僕は個人的にはなんかこう派手な色でスタートするっていうのは僕は難しいしできないので、でちょっとなんか一層色みたいなのがあったりとかしてもいいのかなという風に思ったりとかしました。ちょっと 変なレイヤーの描き方してしまって申し訳ないですけど、そっか、これなんかどっかで見て、いい構図やし、あれやなと思ったら、そっか、僕の写真やねはい、次の作品いきたいと思います。こちらの作品でございます。森和志さん、 JJ さん改めですね、76歳広島在住、寺と大井町、大井町じゃないわ、一町、一町かな、大井町でいいのか。アバロン F15O300g 中目、ホルメントメスして合衆少し。8月に故郷の寺へ墓参りに行ってきました。臨済宗大徳寺の松寺、末寺で、早朝から檀家がお参りし、僧が読経しますと。早朝で寺は山陰にあります。イチョウは私が生まれた時すでに大木でした。これまでブロックタイプの水彩を使ってきましたが、 F15 よりも大きいサイズが見当たりません。皆さんは F10 以上はどうされているんですか。いや、私も F10 以上買ったことないからわからんな。よろしくお願いいたしますと。皆さんね、なんか僕は水彩で15以上とか書いたことないので、まあそうやって油絵でいいかなと思ってしまうというところがあるんですけどもね。これ右側がイチョウなのかな。なんかお寺めちゃくちゃいいのに、なんかこのイチョウのこのあれが あんまりこう良くないですね。なんかね、なんでやろうね。いつもの森さんらしくないというか、こう土台どんどん作ったの悪ないので、ここからなんかもうちょっとこう頑張れたのちゃうかなと、ここのところを見ながら思うんですけど、
ね、空とか後ろなんか悪くないと思うので、ね、このお寺みたいなの悪くないんですけど、ちょっとなんからしくないなと、ちょっとガーンと行き過ぎてしまったんか、なんかね、まあこうなってきたらどうしたらええんやろね、一応こうなってきたらどないして変えたんやんかな、なんかね、皆さんどうされてるか、よかったら教えてあげてください。もう15以上ありませんよとか、12号15号はないですよとかね、いやいやここのやつやったらありますよ、ブロックでありますよとか、よかったらアマゾンさんとかで調べても出てこないんですかね、なんか画材屋さんとか行けばあるんですかね、東京の世界移動さんとか行けあるんですか。でちょっとこうね、あの手前のところの木なんかも隙間も最後ちょっとこう詰めながらなんかこうやって、でちょっとこうこういう際のところだけでももうちょっとこう仕事を外側からぐっとこう決めたりとかして、前にぎゅーっとこう出てくるようにほんの少しだけでも、してあげたりすると、ちょっとこういうところで、もうちょっとこう自然に なじまさんといかんのですけど、前後関係みたいなのが少しこう出てくるのかなと思ったりします。ちょっとなんか大きな木がせっかくいつものこう森さんらしくない感じがしてもったいないなというふうに思います。特にねこうで書いてあるとこ、欠けているところみたいなのと、なんかねこの辺りというのを少し、なんか仕事されてみてもいいかなと思います。よいしょ、次の作品いきたいと思います。こちら作品でございます。松下恒雄さん、83歳。まだまだ若いですね。顔を描く2、ホルベイン透明水彩 F45。300グラム、こんにちは。今回も人物の顔に挑戦しました。花火を見に行くといいって浴衣を着た孫を描きました。いつもジーパンか半パン姿しか見ていないので新鮮に感じました。前に手を組んでいる上半身を描いたのですが、全体のバランスが狂って体の下の部分が小さくなってしまったので、絵の下の部分をカットしました。デッサンをしっかりしないといけないことを痛感した次第です、ということでございます。下の部分、バランス狂って体の下の部分小さくなってしまったので、そういうことか。ですね。お孫さんなんですね、お孫さん。ね、新鮮だったですか。へえ。ちょっともう少しこう、まあに日本人の場合っていうのはここのところがシューッとまっすぐなってなくてクッと曲がってるんですね。であとちょっと目とかに暗い色、もしくは黒じゃないとは思うんですけど、ちょっとだけこう色があれになってくると、ちょうど昨日とついやった自画像、自画像じゃ人物画の水彩の動画を早めに上げたいとこやなと思いながら、ちょっとねここのところとか鼻とかがね、こう側面あたりがもうちょっとこう明るくなってきて、で目なんかもう気持ち明るく描いてあげた方が多分なんか喜ぶかなと。でちょっとこれね見てると鼻の穴、黒豆病に近いようなぐらい黒くなっているかなと。多分お孫さんねこんな黒は暗くないかなと思うのでね、ちょっとだけいじりました。わかります、ちょっとだけで鼻って皆さん結構こうここの筋ずーんと描くんですけど、まあ光の方向によってなんですが、これはどこから来てんのかな。だから写真とか孫に撮らせてって言った時、もう一番まず考える光ですよ。もう 100% そうです、光。そして背景とかまで描くんやったら背景をどうするかっていうこと、そしてポーズ、順番としては多分そんな感じの順番になってくるかなっていう感じしますよ。は光、背景、ポーズとかね。で光がこうこのぐらいの角度から当たっているのか、これだったらほぼ真正面から、だから照明写真絵画とか言われるやつみたいな、真正面から光当たってる状況っていうのも、やっぱ描きにくい。で、あとね、細かいこといろいろ言うんですけど、やっぱ骨がこうあって、ね、まあ、お嬢ちゃんごめんね、頭蓋骨があって、こうあって、頭蓋骨があって、こうあって、こうあって。で、やっぱここの骨と、ね、口の、ごめんなさいね、お嬢ちゃんね。こう。で、頬骨からまたこう、柔らかく回っていくとこと、少し
強く曲がっていくところみたいな、こう骨格の動きみたいなのをちょっと意識してあげないと、なんかずるっと奥のこう形、なんかずるっとしてしまうようなところがあるんで、そういうところをちょっと骨やら何やらも意識しながら、僕は意外とここの目のところのこのここのところって大事なんちゃうかなと、ここにへこんでるとこねっていうのを意外と大事になっちゃうかなというふうに思ってたりとかします。まあいろいろこうまだまだ直したいとこいっぱいありますけど、今日これぐらいしておきましょうね。お孫ちゃんごめんね、協力したってね。はい、次の作品いきたいと思います。僕よりもしかして年上かもしれないけどね、こちら作品です。梅さん、生駒アーシ、ケイ君、ゾウ、ワタソン15、オイルパステル。サークルの作品展で、版紙入出を手伝っていただいたアルバイトの学生さんをモデルにスカウトし、みんなで描きました。若い男の子も、いいわねーなど言いながら、ポージングもいろいろやってくださって、後で聞いたところ、狂言の油絵の学生さんでした。オイルパステル初めて使いましたが、そうなの、オイルパステル、大胆に色をのせることができ、油絵のエスキースを作るのにいいように思いますと。皆さんで1000ずつぐらい出してね、ありがとうっつってお金ぴゅっと払ってあげてね、こういう時ね。なんか僕のなんか若い頃に言ってるのは。いいですね、オイルパステルって。僕ちょっとクレヨンパステルめっちゃ苦手なんで、色をかけてるじゃないですか。顔とかもオイルパステルで描いてます。すごいこれ顔体いいですよ。手が手袋なってる。手袋なってる。ちくしょう。まあこれ細かい描写までできへんかのかもしらんけど。おし、手袋なってた。ちくしょう。油絵の学生さんに手袋なってるって言われたんちゃう？ちょっとそこを外側から白いのとかでグッとこうあれするとかね。手袋なってた、手が。あれ？レイヤー付け忘れ問題起きてましたよ。手袋なってるわ。で、外側から少しこうグッとこうこちらから決めてあげたりとかして、ちょっとねこう指なんかも手袋問題になってるわ。ちくしょ、えらいこの子焼けとんな、日焼けしとんな。 こっちの手はまあ上の方の手はちょっとマシやけども、少し手袋問題になっています。残念。まあなかなかここまではね、で外側からこう小指とかって手袋問題。あ、ちなみにこう狂言ってあれなんですか？京都私立の方、狂言ってどっちですか？あの2つあるでしょ。京都造形大も、旧京都造形も京都芸大になったでしょ。京都一律も狂言でしょ。僕ら学生時代は狂言といえば一律の方やったけど、どっちなんですか？ちょっとここ手袋病になってたら分かりました。皆さんね、手袋マンに、あれぐらいでも僕からすれば手袋マンですから、これぐらいでもね。でそういう時はやっぱ外側からも決めて、あとは面で意識するっていうことですね。どうですか、面で意識すると。手袋マンからちょっとねなりました。ぜひねこういう時若い子を皆さんナンパして、やってーって、みんな1000ずつ出してって言ってね、5人で5000ぐらい払ってあげたらね、喜びますよ。はい、顔めちゃくちゃいいですよ。イケメン、僕の若い頃みたいですね。僕の高校生ぐらいのとこんなんでしたね。どん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 やさぐれていってね、汚くなっていって、この爽やかでしたよ。はい、次の作品いきたいと思います。いいと思いますよ。はい、次の作品こちらでございます。あ、最後かな。カモッチさんです。マルマンドローイング、6号。前回に引き続きデッサンですと。TMK ポスター、M ね。TN じゃなくて、TNK だ。TN ネットワークじゃない、あれ TM か。TMK ポスター紙ですね。をまだ買いに行けず、前回と同じボコボコの紙です。黒のキャンミソールに透けた上着を着ていた。キャンミソールに透けた上着着ていたんです。全く表現できず。左足のつま先が奥へ行っているように描けず、足の小さい人になってしまいました。肘、大事にということで。いやでもなんかいい線引けてますね。ちょっとこれね、尺全体的に見るとなんかこれ、まあ真横から見てるわけやから、あのですね、手に対して顔多分小さすぎんちゃうかな。ちょっと小さすぎる気がするんですよね。もう一回り多分大きいんちゃうかなっていうのが、まずどのぐらい身長か分かりませんよ。この女の子が196センチぐらいあってね、大谷翔平くんぐらいだったらこれぐらいかもしれない。多分これぐらいなんちゃうかなっていうような気がします。そしてもうね、自分でおっしゃる通り、足
ここはちょっと小さすぎますよね。小さい。ただ一個一個の線に関しては非常にこう豊かになってきて、前後関係も含めて出てきているので良い傾向かなというふうにも思います。でまあ、透けているとかっていうの難しくとも、せめてこう腕がこう前にあって、そこの中にこう肘があってというところがもうちょっとこう伝わるようにこう書いてあげてほしいなと。でまあ、なかなかこう色が出にくいんやったら、僕もなんか 6B とか 8B とかぐらいの鉛筆をぐっと使われてもええんじゃないかなと。あ、レイヤー付け忘れ問題がもうすでに初めから起こってました。どうしたんだどうしたんだいうように思います。ちょっとね、書き直してみましょうね。まあ、顔に関しては、あ、今言ったように、どうしようかな、よいしょ。でもね、なんかいいモデルさえね、まあ、この辺のでも縮尺みたいなのね、間違ってしまうとね、もう初めから最後までなんか間違ってしまう可能性あるのでね、よいしょ、ビュー、この辺のいっちゃん濃い色を抽出して、鉛筆描画かな、素材描画かな、お、違うぞ、スケッチか、これにしようか、不透明度を上げて、この辺かな、もうちょっと細い線ね、この辺かなと、この辺かなと、クククク、まあ、顎のラインと、顎のこう位置と鼻の下の位置、そして目の位置で、頭の頭頂部、まあ、この辺りがこう決まってきたら、まあ、ある程度も大体 OK ですよね。ある程度もうこの辺でこのぐらいかなぐらいの感じで、多分顔このぐらいかなとかね、で肘の位置どこかなとかっていうところをぐっとこう決めてあげつつ、こうね、で肘がに対して手がどこに入って、もうちょっと細い線がいいな、線があって、こう 手袋マンにならないことを意識して、グッグッ、それで腕が前にグッつくきてると、で向こうの太ももに対して手前の太ももがあってグッつ、で腰の位置がどこにあって、こうやって手袋前になってませんか皆さんね。この辺をこう点々で当たりをつけていくだけで、ね、この辺にこう当たりをぐんぐんぐんとこうつけていくだけで、まずこうスタートはいいんですね。で、ちょっとずつこう点を増やしながら、形をこう肩とかで足の先端とね、あ、少し切れてしまったとか言いながらね、やって、膝とか、てん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 。で、このぐらいのあたりがこうついてきたら、勢いのある線を、あれ、まあ、これぐらいの感じで、ぐーっと、ぐーっとこう、長い線とかをぐーっとこうつけていくと、ぐーっと、ぐーっとか。っていうような、皆さんね、こう ドローイングとかクロッキーとかするときは、少しされてみて、まあ、少し時間的に余ったら陰影とかをつけていかれたらいいかなというふうに思いますので、ちょっとこうぜひぜひ、挑戦されるときにはそういう意識を持たれてみてはどうでしょうか。大渕が、ね、はい、ということで、あ、42分経ってる、ございました。あ、368回は待ってます。チャンネル登録よろしくお願いします。じゃ、お願いします。